むしろ実家の時にね、あのかき氷を入れるとかね、ヨーグルトとか入れるこんぐらいの器があったんだけどね、そこにイチゴを入れて、あのフォークでブチブチブチって潰して、あのフォークのこうなってるところをこう3本のこの3本にこうなってるでしょ、フォークってこうなってるでしょ、でこうやって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 ケーキで食べると思うんだけど、こうやって刺してあーってケーキ、お店イチゴね、あーって刺されてこうやってあーって食べると思うんだけど、ここの部分、この4のこのさ縦線の部分にイチゴブンブンって押し付けてブチブチって潰して、そこに牛乳をちょっとだけ入れて、特のイチゴがめちゃ濃いイチゴミルク作ってすするのが好きだったよ。ちょっとお下品というか、ちょっと汚いけどね、ちょっとねちょっと汚いんだけど、それをやってたよく。それがうまいね。それにちょっと背徳的ですわーと思いながら、あの砂糖を一つまみしてこうやってやって入れて、あーうまーいってベロって食べてる。そう、乳業とコラ乳業乳業とコラボ、乳業って言うとあれじゃないの、そのお乳絞りな感じになるんじゃない、こういう、めっちゃ乳絞りうまくない、お店見て、ここに牛がいると仮定してね、ほらめっちゃ上手。